皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。コメントをいただきましてね、3年前のぐらいの動画なんですけど、境橋だと思うんですけど、境橋のあたりだと思うんですけど、昔のね軽トラに乗りながら、はい、公約をね、店長武蔵に皆様の清き一票をお願いいたします。店長武蔵はお約束します。動画をアップいたします。店長武蔵は約束します。動画をアップし続けますみたいなね、ことをですね、今 GoPro がオフになりました。そんなようなことをね言ったんですけど、3年前ですね。公約は守られているでしょうかね。逆にそんな公約が守られているかことによってですね、チャンネル登録やめちゃう、いやもういいやって思う方もいらっしゃることと思いますよ。はい、ただね、私やってます。はい、これからも続けます。皆様からのチャンネル登録よくわかんないですけどね、チャンネル登録してくださいね。ってあんま言わないでしょそれ言わない、なるべく言わないようにはしてるんですけど、はい、でもね、せっかくですから皆さんね、店長武蔵を男に慕ってくださいね。1万人はいけるかもしれませんねなんていうコメントもありましたけど、ちょっと前にね、1万人はいけるかもしれませんねなんて、1万人はやりさせてくださいよね。1万人なんて言わず10万人ね、ぜひまあいいんですけど、はいね、そう、皆様からのね高評価ね、それによってね、ちょっと励ましをねいただければと。そして低評価、これによってね叱咤激励ですよ。お前ちゃんとやれよとね、お前何やってんだよつって、ふざけんなピチッね、そういうのもいいんです。一番困るのは無関心ですね。もう見て、あ、いい、何にもなしみたいなのが一番ですね。でコメントなんか入れちゃったりしてね、この間もありましたよね、おっさん野垣多いな、とんでもないなんてね、いうコメントもありましたけどね、はい、叱咤激励ということでね、はい、そう、年取るとね脳がきが多くなるんです。脳がきです、よく分かんないですけどねどんな動画か知らないなんてね。私も動画ね、もうなんだ4000多分4、500本になっちゃってると思うんですけど、最近ね動画の本数が表示されなくなってるんですよね。そう、検索すると、例えば、チャンネル名で検索するでしょ。そうすると、例えば店長武蔵チャンネルね、で横に何本の動画っていうのが昔は出てたんですけど、 Google さんやめたみたい。あ、 Google さんね、アマゾンさん、どこだ、 YouTube ね、 YouTube さんやめたらしいですね。はい、だそういうの乗らなくなった。そう、乗らなくなって、ただチャンネル登録者が出てますけどね、それぐらいしかない。そうで、今年はね、だからその目標の一つをね達成でやっとできたんですよ。はい、そう、約束してました、公約に。それは公約してませんでしたね、木馬さんのチャンネル本数を超えますっていう、やってませんでした。それは言ってなかった。私の心の中だけですから、はい、今年超えたと思います。はい、見ながらやってましたから、はい、もう超えてます。はい、ただそれだけじゃない。それだけで、チャンネルのその本数、動画の本数なんかどうでもいいからね。クオリティですから、一本一本がどれぐらいのね良さがあるか、もちろんそれは到底及ばないですよ。到底及ばないんだけども、でもね、まあでもほら、とりあえず見てね、あ。と思っていただければね、やっております。はい、ということですね、店長武蔵、まだ終わってない、まだ今年終わってないんですけどね、店長武蔵をよろしくお願いをいたします。はい、この間ね、店長はね、トリミングサロンでカットした、綺麗にカットした。今までバリカンでやってたから、うちでバリカンでやってる、あんまり綺麗で顔も綺麗ね、それもその、年末年始のご挨拶でね、店長自らご挨拶にしていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、清きポチッとなお願いします。よろしくお願いしますよ。